五の雫、迷いが北条蓮。続き。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、続きをやっていきます。迷いがいるんでしょうか。渡来邸に到着したところからですね。で、拾う。これはフィルム。61か。ちょっと61主体でいくか。一応はね、前回結構使っちゃったんで、枚数的には10枚。61が48枚あるんで、めっちゃブレてんな。61でいこう。想定ももう61でいって、普通の霊を移すときは、本来だったらね、07がいいんだけど、そういう余裕もないし、どこだ？ここか。あ、ご神水。え？なんか、うめき声みたいなのしなかった。あれ、これいきなり上に登れんだ。でもまあ、いや、待て、なんで、なんだ、めっちゃぶれてる、めっちゃぶれてる。ちょ、待って。え？これ映せる？これで。いや、ダメだった。いや、めんどくせえな。ん？ワープしてる。来てんな。61は装填が遅い、やっぱり。ダメージはそこそこ出る。おーおー、お前なんて来てんだ。まあ、それは走ってくるよな。怖いもんな。いや、遠いのか。え、なんだ、キャプチャーサークルに入ってないのか。ロックオンしよう。ちょっと待って、でもさ、いっぱい入ってた。あ、後ろいけねえやもん。あ、倒した。見とれるか。見とれない。テレビついてねえ、これ。白い光を放っている。砂嵐。電気だって来てないし。お前どこ行ってんだこいつ。開ける。おお、どこにあった。950、渡来刑事。湯飲みがある。調べる。ん、なんだ、何を調べられたんだ今。木箱開かない。渡来邸がどうなってる今。淵の森になってんな。拾う。あ、これはノートか。綺麗な文字に何か書かれている。民族学者。この国の風習は得意なものがある。おのおのの土地、そこに住む人々による違いがありつつも、根の部分では全てがつながっている。神秘的であり美しさがある。根の部分を理解するために私はこの国へと渡り、そしてこの山を見つけた。朝、なんだこれ、朝霧の美しさ、夕日が山に落ちるときに感じる切なさ、全てを包む重々しく凄やかな夜がやってくる。水、ご神体、祭り、独特の死生観を持った神秘的な考え、山の一部となることが必要と考えた。なるほどね。同じ着物みたいなのかな。おお、96枚。これはでかい。神棚。湿気のせいか部屋中の木が黒く変色し異臭を放っている。確かに匂いがすごそうだな。てかくれ。あ、どこへ来た俺。なんかある。ご神水。おおおお、てか敵マジか。邪魔だけど。ルイ、お前大丈夫か。ちょっと待て、無理だ。しっか暗い。
まだ生きてるか。ルイッツったっていう。あ、倒した。ちょっとビビってるぞ、さすがに。マップじゃなくて、万葉を使おう。2つ使っちゃおう、全開に。で、鍛えられっかな、ちょっと射影機。強化はいいとして、強化装置ね、副眼の充填だよな。充填はもうマジ110、これめちゃくちゃ使うじゃん。ポイントが一気になくなった。充填2やれば、やっぱ速度が重要だからね。え、電話鳴ってる？一応出るか、せっかくだ。ちょっと声が聞きづらいんだけど。榊、榊さんですか？これは先生の見ていた写真と同じ。榊、これはあの写真帳に挟まっていた写真と同じ。榊はこれを持ってここに来た、俺と同じように。死者、誘われるがままに。ここ開く？開かない。え、またかよ。どうだ？よし、フェイター入った。ほら、いけ。もう一発いきたい。無理か。61でフェイター入ったのは結構でかいな。よし、こいつはめっちゃフェイター入るわ。2発が限界だな。でも霊視がないせいか、あ、倒した。ダメージがそんなにっていう。見てる、見てるじゃねえ。どこに触れてんだこいつ。500ポイント。壁の中に手を突っ込んだ。見入られた渡来刑事。61もちょっと少なくなってはきたよな。あれ、なかった。あ、ここにあった。よーし、1音が24枚か。それは結構でかいな。切り替えるか。ちょっと34枚になったかな。どれ、古いのと弔い写真。死後写真はカメラの電波とともに西洋から伝わった。それをまだ写真が珍しかった頃、亡くなった家族の姿を写し遺族の悲しみを慰める。日本に残されている死後写真は西洋のものとの行為としては同じだが、その意味合いは違うように思う。特にこの氷上山一帯に残されている弔い写真と呼ばれる写真たちの美しさ、悲しさは特別なものを感じる。これらの写真は科学者麻生博士、麻生邦彦博士かが残したものと思われる。他の地方のものも調べたが、彼は当時各地で弔い写真を撮っていた。彼は魂を写すことに執着したという記録が残っている。この不思議と引き込まれる写真たちを見ていると、彼の目的は成功していたのではないかとさえ思えてくる。かつて写真機を孤独の箱と呼んだ友人がいたことを思い出す。孤独の箱というのは被写体を暗い箱の中に閉じ込めるという意味なのか、写真機を覗く人間が一人で暗い箱の中を覗いているという意味なのかはわからない。だがこの言葉がこの写真のイメージと不思議と重なる。麻生邦彦博士は結構いろんなところに出てくるからね。まあ、射影機の第一人者なんで。え、どこにいるの？どこ？まあいいや、アイテムが優先。式4、山で死ぬことについて書かれていた。喋ってんな。この山の水は美しい。それは水質の良さではない。山頂の泉から流れ落ちる大量の水、川となり滝となり山を包む霧となる。この湿度を含む全ての水がこの山の神秘、そして美しさの源泉だと感じる。氷上山に伝わる伝承によると、この山で死ぬことは正しいとされていた。この山は文字通り霊山であり、
山岳信仰の対象となっていた氷上山信仰とは、人は死ぬ時にこの山の水に帰るという教え。それは山上高いではなく、この山の水は魂そのものであり、人々はその一部へと帰る。死を覚悟した人々はこの山へと集い、そしてここで命を水へと帰す。全ては水でつながっている。この風景を見ていると、ここが霊域とされ、そしてこの山で死ぬこと、水へ帰ることが正しいとされた理由も理解できる。ここに来てよかった。この山の世界観には死への慟哭がある。それはつまりこの山の水への慟哭であり、自然への慟哭でもある。生も死も水でつながっている。カセットテープ、ラベルには何もかかっていない。お、どうした、ルイ、ビビってんな。何かを感じたか。俺は何も感じない。何もわからない。てか、どっちだこれ。こうか。14式でと。こっちにもアイテムがあるな。回収していこう。積まれた本の上、古いノート、綺麗な文字で書かれている。霧に煙る森で遠くに巫女たちの影を見た。すごやかにゆっくりと山を登っていく。それは現実のものとは思えない。実際この山はもう巫女はいないと聞いている。かつてこの山では多くの巫女が殺された。彼女たちもまた水へ帰った。この霧の中に閉じ込められている。これなんか外にいたら嫌だな。で、周期行こう。埃がかぶっていない。まるで今ここで誰かが書き物をしていたようだ。この地方一帯には人柱の風習があったと言われている。それは通常の水へと帰す儀式とは違い、人を特別な箱に入れ、死なぬまま水へ帰す。その柱となるのも巫女の役割。彼女らは死へ向かう人々の記憶を引き受けた後、自らも水へ帰る。ただし柱として生き続けるために、日本には箱に入って地中に埋まり仏となって往生を救済する即身仏という風習がある。即身仏とは、僧は地中で経を読み、鐘を叩くことにより生きていることを伝えた。この儀式はそれに近いものなのかもしれない。柱となった巫女たちは何を恐れ沈めていたのだろうか。日本では高い、つまり常世や印世と呼ばれる死後の世界がある場所についてさまざまな教えがある。山の上や海の向こうという教えもあれば、地中、つまり地面の下にあるようなというような概念的な教えもある。この山は水をご神体として祀るとともに、水の中に印税がある、つまり水は死とつながっていると考えていたのではないだろうか。箱に入れられた柱は死に近い場所にありながら生き続けることで、死後の世界がご神体である聖なる水に入ることを防いでいた。特別な箱に入れられるのは、水の中で柱を生き長らえさせられるためだろう。柱を長らえさせることについて、死に近いものほど長く生きるという考えがあり、氷上山は柱となる巫女を別の山からも集めていた。一度死に近づいた者は死に耐性ができるとでも言うのだろうか。カセットテープ、または先生。はいはい、ノースしました。ルイちゃん、これ分かんない。何かをまたこいつは感じているぞ。で、どこだ、こっちか。これは引くんだね。え、なんかいた。こいつか。で、またアイテムがある。あ、そっか、影見があったね。全然影見してないけど。で、14天井裏、最後の映像と同じ。どうだ、来るか。だが俺には戦える武器がある。いや、怖え。右側か。いや、やだ、マジやだ。いる、来るか。え霊が消えた後に一冊のノートが残されている。民族学者のノート。まさか今の霊が。氷上山、死を覚悟した者にしか入ることは許されず、また一度入った者は生きて山を出ることを許されない。死の山として人々から崇められ恐れられていた。山を訪れた者は山の麓にある
巫女柱を通らねばならず、山に入る資格があるもの、つまり死す者かどうか入山は厳しく管理されていた。現在巫女柱は、宿として改築されている。いや、そうなんだ。あ、巫女社ね社でした。その主人から当時の記録や資料を借り受けることができた。入山記録が残っている最後の年、生きて山から出てきた人物が記録されている。麻生邦彦、さすがだなこいつ。弔い写真を撮っていた彼は山に招かれて巫女の写真を撮影した。異界の研究をしていた彼はその過程で特殊な写真機を開発したと聞く。その写真機で撮影した巫女の写真を見ることができれば、光見山の神秘により近づけるに違いない。彼が向かった場所は特別に招かれた者だけが入ることを許される屋敷。私もこの山に招かれているのであれば、そこへたどり着くことができるだろう。そう願いたい。麻生邦彦、麻生博士がこの件に絡んでいる。部屋の中に霧がかかっている。様子がおかしい。早く外に出た方がいい。すげえ直感だな。出よう。危ない。ちょっと狭くてさ、これあっちはいけないよね。え、なんかいけそうな雰囲気だけど。外に出よう。なんか配置がめんどくさい。で、あ、逆こっちか。来てる、ルイ。ちゃんと。え、来てなくね。いや、走ってこ。置いてこ。強い力で閉ざされている。マジですか。ん？待って。どういうことだ？ここを通れってこと？え、ルイがいつの間にか来てた。箱、開いたか。いいだろう。お前のその苦しみ、俺が断ち切ってやる。てか、ここ狭いから、かい！え、ルイちゃん大丈夫？君、襲われてませんか？どうだ。さて、一音、まあまあか、速さ的に。やべ、最低なこいつ。ちゃんと距離を取りながら一回撃とう。霊視が溜まってるから。いいじゃん。いや、まあ速いよね、装填速度。連射していこう。どこだ、こっちか。どちら、なんだ、ワープしてるか。よし、はい、フェイター入った。いけ、3発いった。しぶといな、さすがに。倒した最後なんか頭が邪魔だったんだけど。こいつの死に際か。やっとたどり着いた。どっから映してんのこれどういうアングル。この家の奥で、これ絶対三者が撮ってるよね。自撮りでもないし。早く迎えに行かなくては。これ後ろから撮影してるし。これは自分で撮ってるアングルだよね。自動ドア、ハイテクだ。やっと来てくれた。霊がいた場所にノートの一部が残されていた。山頂へ向かう途中、彼岸花が咲く小道で写真を拾った。この小道はさらに奥に続いていたようだが、今は植物が生い茂り先に進めなかった。招かれた者だけが入ることができる屋敷、それがあの奥にあったのだろうか。あの写真は他の弔い写真とは違う。美しいとしか言いようがない。今まで見た全ての弔い写真にはない美しさ、そして悲しさ。生きているのか。
美しいと思った瞬間に契りは完成する。写真から愛のささやきが聞こえてくる。これは呪いの言葉。死後の恋。この場所に行かなければ。私は心中という言葉に心惹かれている。またカセットテープ。渡来刑事の記憶。ここから出なければ。まずい。アイテムは拾っていこう。箱。あれ、これさっきの箱とは清めの火。ちょっとまだアイテム光ってんな。そして例によってルイちゃんどこ消えた。これ開けられるか。まあなんか時間制限があるわけじゃないんで、ルイちゃんいた。いつの間にか出て、いつの間にかいなくなるかな。ん？赤い。ちょっとまずくねえか。え、待って待って待って、お前なんだ、なんだよ。回避。倒さなきゃダメ。死活できるもんなったら死活したいんだけどな。フェイタル狙おう。何？消えた。マジか。左、右。どっち？左。いた。ダメージ数が少ないな。あれがなかなか出ないな、霊視が。霊視っていうの、なんていうの？光った瞬間に来る。よし、3発。もう1発いきたい。4発。でかい。これはでかい。これ本当は6時とかでやりたいよね。っていうかさ、ここだ。もうある程度噛んでいかないと。90に切り替えよう。これで300か。素で300でかい。よし、90フェイタル。くらい。もう一発いきたい。無理か。てかやっぱ強い、こいつ。うえい。お前の犠牲は無駄にはしない。よし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 。ちょっとフェイタルの仕組みが難しいな。来るぞ。ちょ、待って待って待って、これどういうあれよ、今のは。あ、最後あれか、逃げてったのか。ちょっともうアイテムとか気にしてられません。帰ろう。え、どっから来たっけ。ここ無理か。え、ちょっと道が分からん。あれ、ここが入り口か。え、で、だってここ行けなくね。あ、こっちから行けるか。これさっきのとこ深い囲まれなるほど。で、ここに来て、で、テレビのところだけど、箱がある。マジかよ。ちょ、待って、なんかいたよ。いいよ、いいよ、いいよ。シカトしよう。完全にシカトした。消えた。2人で来てよかった。1人だとこれめちゃくちゃ怖かったよね。消えた。え、ケーブルカーあったな。ケーブルカー、あれは民族学者だったんでしょうか。マイを拾っとこう。この山で何が起きているんでしょう。わからない。榊さんもこの山にいるんでしょうか。あいつは死んだ、忘れろ。民族学者の
今はもう逃げよう、進む。ケーブルカーを使おう。え、ちょっと待って待って待って、どういうこと。こっちじゃないってこと。こっちは普通に下山する道ってこと。ケーブルカーを使おうってさ、この状況でさ、よく動いてるって思うよね。絶対電気来てないっしょ。電気来てるわ。この電気代誰が払ってんだ。先にアイテムがある。あれを回収しよう。ご浸水か。書いてあるね。知らずの森前。でケーブルカー。一本のビデオを頼りに渡来邸へと向かった蓮。その途中、片代神社で白髪の少女に会う。それは蓮が舞を夢に見る少女だった。どうして持っていないの、私の様子が、という言葉を残し少女は姿を消した。迷いがとなっていた渡来邸には氷上山信仰に関する多くの調査記録が残されていた。レンとルイが脱出した直後、渡来邸は霧の中へ消えた。 B。 これとにかくポイントみたいだね。あのクリア時間とかは関係ないみたいな、どれだけポイントを稼いだかでランクが決まるみたいです。迷いが。というわけでで、第5の雫終了しましたので、次回は第6の雫、これは A 級花、トア花、わかんない、小塚田優里、日向美を探すということでやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。